トルーパーズの山中です。で今日は、S&グラフの JPC ベスト 2.0 各色を紹介いたします。カラーは、こちらのウルフブラウン、そしてレンジャーグリーン、そしてお値段少し上がって陸自迷彩の3色があります。最大の機動性を計算して作られた軽量で最小のベスト、機動性です。はい、機動力が上がります。で、肩のストラップに高い耐久性を持つ軽量、超軽量特殊材、こちらですね。こういったやつ、はい、こういったやつ、はい、で、あとはコーデュラナイロン仕様ですよと。軽量化のポイントでもある調整幅があり、サイズの適用幅を広げるサイドテープ部分、ここか、こちらですね。ちょっと硬めなんですけど、こちらは、一応ちょっとあのな中になんかプラスチックではないんですけど、軟式のプラスチックかな、なんか1枚入ってはいるような感じです。なのであの形状記憶っていうほどではないですけど、しっかり形がかたどられてます。でもまあ別にね、ぐにゃぐにゃっても分かんないよ。でここはおそらくこれ漏れポーチを横につけて装備を拡張できる仕様だと思います。でこちらが背中両サイドにはこちらこのようにジッパーの片側がついておりまして、こっちにもついてるんですけど、これはまあおそらくあのなんだろうな、専用のリュック、なんていうのかな、これはおそらくまあレプリカなんですね、S&グラフさんが作った。で、本物のやつにはこれにつける専用のリュックがついているので、じゃあリュックがついてないんだったらこれつけなくていいじゃんって言うけど、それは違うんですな。なるべく本物に近い形じゃないと、ウキウキしない人たちがいるわけです。そういう世界です。でこちら結構調整幅がある感じの背面ですね。だからこれが伸びていって伸びていって、結局こう前の、なんだろう、ウエストの調整幅につながっていくんでしょう。そんなんでこちらとりあえずあの背面3本マジックテープがついているので、ワッペン等々つけられます。で正面はこちらも3本、これがベルクロマジックテープになっているので、こちらにワッペンをつけることができると思います。あとは例によって背中にドラッグハンドルで、こちらのショルダーは特にどこかな、こんなような感じで外して調整が自由にできますよという仕様で、これは何だろうな、必要なのかな、これもきっとあのリュックとの結合で何か使ったりするんでしょうね。で特にパッドもついてない、珍しいねこれ。ショルダーのカバーですかね、それをつけておしまいよと。ですな。で、あとなんかあんのかな、あとあれか、こちらですよ、お腹部分。こちら腹部のポケットを開くと、開きましょう、ここか、よいしょ、このように若干仕切りがついていて、3分割されているんですけど、このようにマガジンを、このぐらいにした方がいいかな、このようにマガジンをですね、1本、2本、2本、そして3本目を
このようにホルスターとして使うこともマガジン当然3本を筒に入れて使うこともできるので、こちらのベストがあれば、特にあのマガジンポーチを最初あとホルスターなんかもね、最初にこう付け足しで買う必要はない、これもベスト一発で最初にサバイバルゲームに臨めるかと思います、であとなんだろう、そんな感じですかね、フリーサイズです。私も着用できると、背面とかやってみましょうか。背面こちら上の方はメッシュ仕様になってますね、両面。そしてこちらは下の方はこちら開けられるようになってるみたいなので、あのダミープレートとかを入れて使うこともできるし、別に入れなくても結構最初からなんかしっかりした生地なんで、そんなふにゃふにゃっていうことではないです。まあそんなわけで、3色 JPC ベスト 2.0、 下の方にリンク貼っときますので、よかったらあの検討の方をよろしくお願いいたします。以上、どうもありがとうございました。